会津若松市北会津町の柿農家鈴木俊英さんは6年前から観賞用のユーカリを栽培しています。コアラの好物として知られるユーカリですが、最近は花束やアレンジメントにも人気を集めています。最近なんか結婚式場でユーカリだけで式場を飾るなんていう方もいらっしゃって、特に若い方に人気ありますよね。今年は夏から秋にかけて天候が安定したため生育状況はいいといいます。鈴木さんはハウスのほか露地栽培もしていて、収穫は来月中旬頃まで続くということです。匂いが良くて、ドライにしてもかなり人気があるので、その辺が魅力かなというふうに思いますけど。鈴木さんのユーカリは関東や関西を中心に出荷されます。